スノーマン目黒ハス、トリリオンゲーム、超惨敗気配の裏に、日テレの TBS ドラマ潰し。演技高評価も小足調率、残念 2% 台の、戦略負け、間、8月4日夜10時から、スノーマンの目黒ハス、26、主演ドラマ、トリリオンゲーム、TBS 系の第4話が放送される。7月28日には第3話が放送されたが、同話は第1章。アイオンラインショップ事業編の完結編であり、ホストクラブで働く春、目黒や豪華なゲストなどが話題を集めたが、視聴率は振るわなかったという。第3話の視聴率は世帯 5.2%、個人 3.0%、関東地区、ビデオリサーチ調べ。あと 0.1% 落としたら、全クールの山田裕貴さん、32、主演ドラマ、ペンディングトレイン8時23分、明日、君との最低視聴率だった第3話の世帯 5.1%、個人 2.9% に並んでしまうものでした。また、テレビ業界が最重要視している13から49歳のコア視聴率についても、第3話は 2.2% と中が厳しいものでした。初回、7月14日こそ、世帯 7.4%、コア 3.6% で非常に幸先の良いスタートだったのですが、ドラマ制作会社関係者。第3話は、春、目黒らが立ち上げたアイオンラインショップ、よりぬきを花屋チェーン会社に売却する売上ノルマを達成するため、春と泣く、佐野優斗がホストクラブへ入店。歌舞伎町トップクラスのホスト広木、黒羽麻寮とナンバーワンホストの座をかけた売上対決で勝負する、という内容だった。チャラ男全開でホストを演じる目黒や、キャバ嬢役にあの、接客相手役に、フワちゃん、29、とアンミカ、51、がゲスト出演。さらに、劇中のニュース番組が実際に TBS で放送されている、披露日で、めぐみとしあき、58、を筆頭に出演者もそのままという異例のキャスティングも話題となった。3週連続、トリリオンゲーム、潰し、を仕掛けてきた日テレ。ちなみに、劇中で登場した缶ビールは本物だったため、スタッフに、飲まないでくださいと忠告されていたものの、勢い余って、本当に飲んでしまったと、7月30日の再放送後インタビューにて目黒は笑いながら明かしており、役にめちゃくちゃ入り込むタイプの俳優さんなんだなぁと、SNS では好意的に受け止められている。内容は面白いし、NO1 と飲むハーディー、超高級酒より俺と飲む缶ビール、とドヤ顔で話すシーンを筆頭に、令和のキムタクと名高い目黒さんを楽しめる名シーンも多かった。にもかかわらず、視聴率は上がらない。これには、明らかに大きな要因が一つあるんです。それは強力な裏番組の存在です。それは、日本テレビの、金曜ロードショー。同番組が、TBS ドラマ潰しとも言える放送内容を組んでいるのが、トリリオンゲームの数字低迷の原因だと考えられています。前出の制作会社関係者。連続ドラマの序盤を見逃すと、継続して視聴する気持ちがそがれてしまう。それを狙って強力な裏番組をぶつけるのはテレビ局の常套手段である。金曜ロードショーは、トリリオンゲームの開始に合わせるように、同ドラマの第1話から第3話にかけて、人気作、話題作を立て続けにぶつけてきたのだ。まず、第1話と同日の7月14日に放送されたのが、スタジオジブリの、コクリコ坂から。ジブリといえど極端に人気作品ではないためか、世帯視聴率 7.0%、コア視聴率 3.9% だった。それを相手に、トリリオンゲームは世帯 7.4%、コア 3.6% と良い数字を残すことができた。しかし、トリリオンゲームの第2話、21日放送は世帯 5.6%、コア 2.2% と大きく数字を落としてしまった。この日、裏では、ジブリ作品でも化け物級の人気を誇る、もののけ姫が放送されていた。これが世帯 12.6%、コア 8.6% というとんでもない数字を叩き出していて、トリリオンゲームに限らず、他局はとても太刀打ちできなかったんです。目黒ハスを最大級に警戒、日本テレビの戦略価値化、そして、7月28日の第3話の裏で放送されていたのは、山崎賢人、28。主演の2022年公開映画、キングダムに、遥かなる大地へ、だった。地上波初放送本編ノーカット同日にシリーズ最新作、運命の炎が公開と、話題性において三拍子揃った作品である。
なお、遥かなる大地へは興行収入 51.6 億円を記録した一方、運命の炎は公開3日で興行収入10億円突破。大ヒットとなっている。キングダムに、過去は視聴率 4.5% を獲得した裏側で、トリリオンゲームの第3話は第2話と横ばいの 2.2% だった、ということです。2週連続のジブリに、最新の話題作の、キングダム。日テレは明らかに、トリリオンゲームを潰しにかかっています。全クール、ペンディングトレインが最低視聴率を記録した第3話、5月5日放送の裏でやっていたのは、こちらも宮崎駿監督による名作、ルパン三世、カリオストロの城でしたね。8月4日放送の、トリリオンゲーム、第4話から第2章、ソーシャルゲーム事業編に突入するが、この日の、金曜ロードショーに控えているのは、ディズニーピクサーによる CG アニメ映画、カール爺さんと空飛ぶか。その後、11、18日は、ジョニー・デップ主演の、パイレーツ・オブ・カリビアン、生命の泉と、パイレーツ・オブ・カリビアン、最後の海賊がそれぞれ放送される。カール爺さんは安定した人気を誇るピクサー映画で、日本の興行成績は50億円。そして、パイレーツ・オブ・カリビアンは言わずもがなの鉄板コンテンツ。これを、トリリオンゲームの第2章にぶつけてくるわけです。ただやはり、物語の序盤、第3話までに強力な映画作品をぶつけられたのは痛いですよね。第4話から見ようという人はなかなかいませんからね。日テレも目黒さんの圧倒的な人気を警戒してのことでしょう。トリリオンゲーム、そして TBS が悪いというよりも、日テレ編成局の緻密な戦略勝ちという感じがしますね。正念場を迎えているトリリオンゲーム。劇中ではドラゴンバンク、現実では金曜ロードショーが最大の敵のようだ。目黒はこの危機を乗り越えられるか。優しい笑顔が素敵。目黒ハス、トリリオンゲーム、不調も吹き飛ばす。彼氏感あふれるジョッキで乾杯。ビジュアル、現実でもお酒好きな目黒。ちなみに、2019年の、ソーダ11月号、ピアによると、スノーマン全員、当時未成年のラウルを除く8人で最も酒に、C のは宮舘涼太で、2位が目黒とのこと。